てか俺最近さ TikTok 始めたじゃん。でも TikTok 見てっとさ、なんかみんな加工してね。でも俺はさ TikTok で加工しねえじゃん。なんで加工しねえか分かる？加工の仕方分かんねえから。そんなことより TikTok って言うんすよ。マジで？最近さスタバでキャラメルプラペチーノ飲んでまーすとかさ、自慢したいがために飲んでるやつとかいいんじゃん。でもこうやって仕事して青空の下汗かいて地べた座って飲むこの缶コーヒーのうまさ、スタバとどっちがうまいと思う？そりゃスタバだよね。ちょっとおめえ一服休憩だからタバコ吸おうぜ。やっぱタバコとコーヒーっつうのが一番いいもんな。行こうぜ。二日酔いっすか？昨日パラリラしすぎた。現場終わってさパチンコパラリラしに行った。そしたらもうパラリラパラリラしちゃうから、もうこれ飲み食っきゃねえべで。だからもう緑杯パラリラパラリラしちゃったらもう調子乗っちゃってガールズパラリラ、気づいたらもう30パラリラしすぎたわ。いやパラリラってなんすか？パラリラはお前パラリラだろ。桜綺麗っすね。パラリラしてんな。ポケットの中にはメジャーが一つ、ポケットを叩くとメジャーが2つ、もう1つ叩くとメジャーが3つ、叩いてみるたびメジャーが増える。いやもう休憩時間終わりっすよ。行きましょう。生コンへようこそ。生コンねえってコンクリうって猫が足跡つけちゃった。なななな、いきますよ。うービッグスウェイ。なな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 。生コン食う。何言ってんすか。もう休憩時間終わりっすよ。はい、すいません。いきます。